1872年昭憲皇太后は、日本の第122代天皇、明治天皇の皇后。意味縄勝子、後に子シコ。お印は若葉。旧名は一条義子欧州の王公貴族、貴婦人と対峙できる、洋近代女子教育を進行し、社会事業の発展、国産の奨励等に尽力した。 皇后として、史上初めて様相をした。明治天皇崩御に伴い皇太后となり、1914年、崩御。着祭として、明治天皇の側室が生んだ、吉人親王を養子とした。慰霊2年4月17日、11位左大臣、一条、忠だの三女として誕生。聖母は、側室、二位派畳子。右大臣、一条治療の妹。 徳川義信の婚約者であった千代君、放送のため千代君に代わって、義信に嫁いだ三子とは、義理の姉妹にあたる。当初の名前は勝子。通称は復帰君、文ふみなど。安政5年6月、ことぶき、坂江君と改名。慶応3年6月28日、新帝明治天皇の女後に事情。 伏見の宮のの縁んで、女流観学者で、勤労論者の若え香おる子が、家庭教師として、ただかの娘たちの養育に携わっていたが、女吾を一条家から出すのに際し、香おる子は姉を差し置いて、妹のことぶき、坂へ君を推薦したと言われている。明治元年12月26日、よしこと改名し、十三味にジョイ。同月28日受大して、 次のような女王の宣言をこむり、即日、皇后に立てられた。一条美子女五宣言女王藤原義子こ大立皇一軒、十三位、藤原阿蘇よし宇宙弁、藤原阿蘇長国、伝千軒中納言、藤原阿蘇厚生船捧ぐ直、要ため女王者明治元年十二月二十八日、中塚佐昭遊を捧ぐ、宮内庁所領部編遷。 皇室制度資料、吉川博文館書集十三位、藤原阿蘇吉子宇宙弁、藤原阿蘇長国殿へ乗り、県中納言、藤原阿蘇後生へ乗る、直12月28日、中塚佐商有権左大師匠、敬役宿根佑よ立てつる。この際、天皇より三歳年長であることを忌避して、公式には、開霊三年の出生とされた。当初、 中世以来の観光に従って、中宮の職を淵され、中宮のと称されたが、翌年、中宮の職が皇后宮職に改められ、称号も皇后宮と改められた。この時を最後に、中宮の職は廃止され、中宮のの称号も耐えた。1912年7月30日、明治天皇が崩御し、皇太子、義人新王の戦争を呼び、 交代子費、雪子の立候と同時に交代号となった。1914年4月9日午前2時10分、沼津御用邸にて、共振症のため崩御。公式には4月11日同時刻。丸二日ずらされたのは、宮内省内蔵等当時の収賄で支直の手が及び、かけていた、宮内大臣、渡辺千明を急遽更迭させるための措置であった。 同年5月9日、宮内省国時代9号により、昭憲皇太后と、追合され、翌年5月1日に、夫の明治天皇と共に、明治神宮の祭神とされた。両母は、京都府京都市伏見区にある伏見桃山東寮。明治維新期の皇后として、社会事業振興の先頭に立ち、家族女学校や、お茶の水の東京城市市範学校の設立。 日本赤十字社の発展などに大きく寄与した。事前事業の発展に熱心で、東京事件委員や白愛者の発展に貢献した。1902年発行、バッスルスタイルのローブモンタントを召して。赤十字の日本国内における、正式文章、赤十字切り竹法王書は、 文書制定の相談を受けた際、皇后が大日本帝国憲法発布式で体感した、パリの高級宝飾店、照明製作のフランス製の宝冠のデザインが、霧と竹の組み合わせで構成されていたことから、日本近代化の象徴として、これが良かろうという自身の示唆で、さらに皇后を象徴する、随重である宝をいただく形に決定されたという。1912年、 アメリカ合衆国の首都ワシントン DC にて、第9回赤十字国際会議が開催された際、国際赤十字に対して皇后は10万円を貸しした。赤十字国際委員会はこの資金をもとにして、証券交代号基金を創設した。この基金は、現在も運用されており、皇后の命日に利子を配分している。皇后として、 王家政策の先頭に立たなければならない立場を強く自覚し、1886年以降は着用の衣服を寝巻きを除いてすべて洋服に切り替えた。洋服を率先着用した理由としてもう一つ、上半身と下半身の分かれていない生き物は、女子の行動を制限して不自由であるという皇后自身の言葉も伝えられている。農学、美術、 工芸の発展にも心を配り、日清、日露戦争に際しては、出生軍人や商業兵に菓子品を与え、遺問紙を送った。和歌や古典文学にも造形が深く、創作した単価は3万6000種に上るが、その一部は、昭憲公体号五カ集に見ることができる。第二次世界大戦中の1943年、皇後,后、 吉子の行計70周年を記念して建立された、高さ4.6メートル、幅1.86メートルの富岡製市場の、行計記念日。1890年2月12日、憲法発布祝賀会に林業するため馬車に乗っている、明治天皇と昭憲皇太后。片田徳郎が、憲法発布官邸式行行計、昭憲皇太后の助官長、高倉久子。 皇后、皇太后、太子皇太后の三つの御位の序列は、大法律令では、1、太皇太后、二、皇太后、三、皇后の順と定められていたが、皇族命令制定によって、一、皇后、2、太子皇太后、三、皇太后の順に改められ、四皇、追合には、生前帯びていた御位のうち最高のものをつけることになった。皇后であった彼女の追合は、 本来なら、証券皇后となるはずだった。だが、法御時に、大正天皇の直上により送られた追号は、皇族民令に従っていない、証券皇太后であった。こうなった理由は、光明天皇の制裁であり、明治天皇の実母だった、栄昇皇太后の追号が、皇太后だったことから、誤って、それに習って命名してしまったものと言われている。 英承皇太后は、制裁ではあったものの、立皇の意向を示した、皇明天皇に幕府が反対して皇后には、削立されず、妙語、順三宮のみを宣言され、明治天皇の即位に伴って、皇太后とされたので、その追号は、正確なものだったが、妙語宣言と同時に立皇された、昭憲皇太后にはこれは当てはまらない。また、 皇族未霊自体が1910年に制定され、そのわずか4年後に放御したので、未だその内容が十分に定着していなかったことも影響していると考えられる。証券皇太后を祭神とする、明治神宮は公式ホームページで、宮内大臣が証券様のご追号を皇后に改めないで、証券皇太后としてそのまま、大正天皇に上奏し御祭下となった。 この上層の時点で、間違いが生じましたとして、当時の宮内大臣の不手際を挙げている。水合は、直裁により定められたものなので、誤りが判明しても、人間汗のごしとして、これを改めることができず、現在に至っている。明治神宮は、1920年と1963年の二度に、わたって、昭憲皇后への会合を、当時の宮内省、 宮内庁に要請しているが、いずれも却下されている。皇族民異例は1947年に廃止されたが、1951年に放御した定名皇后は、旧皇族民異例に準じて、生前の最高位が皇后だったことを反映した、追合を送られている。また、2000年に放御した皇順皇后も、同様に同礼に準じて、生前の最高位である。 皇后の追号を送られている。一条、忠だの性質は、伏見のや純子女王。一条家の手に、新畑大前主政の娘。ジップは、大悟忠政輝き姫。忠だ養父洋服。ジップは、今出川君久。忠だ養父同国寺によると、追号の、秋のりは、送りな方に乗っ取り、秋のり秋のりを意味する。秋らは、象徴であり。 君子も、小明徳、おあきらうたかし、百姓、照明などの例がある。剣は、送りな方に、白文滝曰く剣、また、来期、内側に、剣、法その特効なりとある。ありがとうございます。